5月29日、中国の常態長江大橋という、世界最大の社長橋の主航道橋に、最後のコートラスが無事に設置されました。大橋は6月上旬に合流を完了し、全橋の貫通が実現する予定です。計画によれば、大橋は2025年上半期に開通し、その際には上州と台州間の道路通行時間が20分に短縮される見込みです。